ケルベルト・ハーゲンは、ナチス・ドイツ親衛隊の情報部 SD の将校。戦時中ユダヤ人の強制収容所移送に関与した人物。最終階級は、親衛隊少佐。ノイミュンスターに、カシカ官軍人の息子として生まれる。アビツーは終了後、キールでデッジ暴行に出たが、1933年11月に、親衛隊に入隊。1934年5月に、 ラインハルト・ハイドリヒに抜擢されて SD 本部へ招かれ、フランツ・ジックスの下でユダヤ人や新聞の担当となった。ハーゲンはユダヤ人問題処理の組織化、合理化、中央集権化を図った。アドルフ・アイヒマンをウィーンに派遣し、ユダヤ人外国本部を設置させたのもジックスとハーゲンである。ハーゲンはナチスのユダヤ人政策の重大な責任者である。 1937年にはアイヒマンと共にユダヤ人のパレスチナへの追放を起として同地を視察しようとしたがイギリスにより入国を阻まれている。1940年にはジックスの下を離れ、1940年にボルドーで SD 司令官となり、さらに1942年にはパリに移って同地の高級 SS、警察指導者、 カール・アルブレヒト・オーベルクの副官となった。ここで彼は、フランスのユダヤ人の東方移送に関与している。1944年9月にはユーゴスラビアで、アインザッツグルッペンの部隊の指揮も取る。戦後の1955年、ユダヤ人移送の件につき、フランスの法廷に起訴され終身強制労働刑に、処された。しかし仮釈放されて、西ドイツに戻ったが、 1979年にケルン地方裁判所からも告訴され、判決の結果1980年2月22年の禁錮刑に処分されている。ありがとうございます。